皆さんこんにちは。プロレス観戦動画を上げているアイムです。いつも動画を見ていただきありがとうございます。今日は週刊プロレス2023年12月20日号ナンバー2278について話していきたいというふうに思います。あの後ですね、新日本プロレスのプロレスの違いっていうのは団体にルールを作っているかもと思った話から始めていきたいというふうに思います。よかったら最後までお付き合いいただければ幸いです。じゃあ始めていきます。では、目次ですね、ノアと新日本プロレスの違いについて話していくのと、まあ、東京女子プロレスについてですね。で、まあ、林下、上谷沙耶の話、スターダムの話ですね。で、あと、気になった大会とトピックスを揃えてことで話していければというふうに思います。で、一つ目ですが、ノアと新日本プロレスのプロレスは違うということで、新日本プロレスですね、タッグリーグ戦にがありまして、で、ノアに新日本プロレスから、国内武者修行をしている、大岩良平選手が、清宮海斗とのタッグで、新日本プロレスはタッグリーグに参加という不思議な状態になってます。ノアに武者修行に行ってるんだけど、なぜか新日本プロレスはタッグリーグ戦に、まあ外敵として来てるということですね。で、そのレポートもありつつ、そのインタビューが結構長めに載っていて、その中でノアと新日本プロレスに関してレスリングの部分でも異なるって話をしていましたと。で、基本的なプロレスは一緒ではない。基本的なプロレスは一緒ではないですね。なかなか説明するのは難しいけれど、ですけど、細かな部分の違いはありますと書かれてます。で、これ面白いなと思っていて、基本的なところも違うんだっていうのが、まあ団体の色なんだなと思っていて、なんか、新日本プロレスもノアも見に行ったりすると、それぞれなんか間合いが違う。その、例えば、ヘッドロックだったり、その、組み合ったりするとか、グラウンドだったりの、なんかスピード感というか、技のかけ方なのかわかんないですけど、なんか、あ、これは新日だな、これはノアだな、みたいな。多分、ノアは多分全日本の色なんだと思いますけど、やっぱ違うんですよね。で、ノアと全日本はちょっと似てるのかもしれないんですけど、この技術論って、新日はこう、ノアはこうっていうのは、僕は全然専門家ではないので言えないんですけど、このあたりって比較したら面白いなと思っていて、ヘッドロック一つ、ロックアップ一つ、まあ、ロープ振るところも一つ、なんか違いがあるんだろうなと思っていて、これを言語化したら、なんかこう、あ、こう違うんだなみたいなのも見てて、深く見るって意味では楽しいのかなと思ったりして、この、大岩選手のインタビュー、見てみた、読んでみて、ああ、そういうところも気になってくるなと。プロレスと奥が深いなというふうに思った話でした。はい。二つ目です。東京都は東京都市なのであるということで、今回のシュープロの表紙が 12.1 の東京女子の大会で、登場10年愛ということで、10年のですね、区切りの大会ですと、のレポートがあって、この大会配信で見ていて、感想をまとめて、あるので、ちょっと概要欄にあるんで、よかったら見ていただければなと思ってるんですけど、まあ、登場女子に出会えてよかったということで、山下美優、中島翔子、坂崎優香、辰巳梨花、水木ですね、10対10のタッグマッチで組んだ5人が一枚の写真に載っていて、それも良かったなと思っていて、まあ、坂崎優香の卒業3日前の後楽園ホール大会ということで、1本目は遠藤アリスがまさかの中島翔子からホールを奪うということで、大金星を挙げたりしている大会ですね。で、まあ、ありがとうございましたの大団円が良かったなっていうこともありますし、上原若菜がネクジェネトーナメントで優勝したっていうのも良かったことかなと思います。で、端末のところでは、山下美優が東京女子の10周年を語っていて、東京女子は東京女子、その中で私は私で戦っているということで、独自性オンリーワンを意識して戦ってきたということで、他の女子プロレスとは違う。で、それが、なんだろうな、いろんなことを言う人いるかもしれないんですけど、でも東京女子が好きな人っていうのはやっぱりいて、で、できないことっていうのを突き詰めた結果、東京女子が大会の規模で言うと、多分女子プロレス2番目の団体に出てきた。ということで、違うところへ突き進むことが間違ってないっていうことの意思というか、その言葉の力っていうのを感じた記事でしたので、東京女子好きな人、まあ、行けば、あ、他の団体とは違う。で、それがいいか悪いかなんてなくて、面白いというか、これは、東京女子はこういうふうに楽しめばいいんだなっていうふうに見ていただくというのが良いのかなと改めて思った、東京女子に関する10周年、めでたいということと、今後も楽しみだし、どんどん東京女子自体も変わっていくのかなというふうに思ったりしております。はい、では3つ目ですね。林下宇都宮と、サヨナアフロディーテがスターダムの反撃の確認ということで、12.2 スターダムですね。林下と上谷のアフロディーテというタッグチームが復帰2戦目でタッグ王者ですね。スターダムのタッグ王者であるゴッテソーザーをダッシュしていきましたと。
で、やっぱこの二人への期待感、なんだろうな。プロレスラーとしての実力だったり、花っていうのはこの二人強い、あるので、強いので、で、そういう色が違うけど、組んでるっていうのがやっぱいいことなので、まあ、期待感っていうのは高いなというふうに思っていて、いろいろあるんですけど、スターダム。この二人は残って、中心となって戦っていく。怪我して復帰した状態でまだ大変だと思うんですけど、この二人の力っていうのは必要なのかなと思ったりしてます。はい。ニューヨークに向けては鈴木鈴が日葉月を下して赤いベルトに挑戦権賞を防衛でマイカと赤いベルトを取って戦うだったり、アズミがですね、海外でプロレスをしていきたいみたいなこともあったりして、あ、そういうこともあるんだなというふうに読んでって思いました。はい。で、他ですね、気になった大会トピックですけど、レスターヒューマンストーリーはマイカ選手でして、まあ、イメージ通りの子供時代から、柔道好きになり、実業団選手になってプロレスラーへってこと、で、高道のからスカウトがあってという話だったり、ということで、まあ、赤いベルトとにかく今につながるということで、この話もマイカ選手を知るのに良かったので、よかったら見ていただければなと思います。で、12.3DDT は、まだ DO 公式戦がやってるタイミングで、マオとクリス・ブルックスの DO 公式戦は、まあ、ユニバーサル王座戦になって、まあ、場外カウントを巡る素晴らしい攻防があったって、プロレスの奥深さがあって、この二人、場外での戦いが、この選手が見えない、この二人らしいものっていうのがあるので、これもレスユニバースで見たいなと思っていますというところです。こんな感じで話してきました。まあ、プロレスのそれぞれの団体での面白さっていうのを感じられる記事が多かったですし、スターダムどうなっていくのか、もう今、大変そうですけど、楽しみだったりしておりますというところです。それでは、本日最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でもできれば幸いです。それでは、さよなら。